はい、皆さんこんにちは、アトクです。こんにちは、ミストです。ミストさんこんにちは。おはようございます。おはようございますですね朝一からなんですけど、まあ、今日ミストさんにお越しいただいたということで、はい、まあ、せっかくなんでこの後ね来るカズエンド、私、エトク、ミストの3人で先日行ったデッキ相談の回答ですかね、はい、していきたいなと思っていて、ただ嬉しいことに、はい、146名の方からいやすごいデッキ相談をいただいたということで、まあ、名前今こうずらーっと本当に今書いてきて、うおー、そう、今の見たこの謎のね寿司アイコン、お寿司アイコンの方とかいてもうそれもまあ作って、まあ川瀬さんとか、まあ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 いっぱい、洋平さんかな、これは、おお、レキさん、メンタルさん、和樹さん、まあ、中にはねおなじみの方もね、いっぱいいつもやり取りするね方、ミスターサタンイデボさんとか、まあまあまあ、まあ、他にもね、ほんといつもコメント欄で、動画のコメント欄でやり取りしたり、ツイッターでやり取りしてくれる方たちが中心になる中、まあね、初めてコメントをくれて、デッキ相談お願いしますって言ってきてくれた方もいたんで、まあ本当にこう平等に、デッキ相談をね、行っていきたいなと思っておりまして、はい、ただデッキ相談は本当に時間かかると思うんですよ。そうですね、なんで、ここは、今回は3名で行わせていただきたいと思います。お願いします。ということで、ミストさんに引いていただこうという。僕でいいんですか？はい一応ちょっとこっちでシャッフルします。じゃあ皆さん恨まないでください、引けなかった方。いや、その恨みを買うって結構きついっすよ146名ですからね。どうしようもないっすね、ちょっと。上のは見えないように、こういう一番上はこういう紙を置いて、はい、こういう感じでいいかな。 OK です。じゃあ好きなカードを手品するわけじゃないけどこういう見せ方で好きなカード3枚引いてください。 OK です。でも一気にポポポンっていっちゃっていいですか？いいですよどうぞ。じゃあお一人目、この方どうぞ。はい、いいですよ。じゃあ最後に貯めていきますね。 OK です。じゃあ2人目この方、はい、最後3人目、ちょっと掘っていきますか。掘りすぎてここ、おお、だいぶ掘った掘りました、これはだいぶ。よし、ありがとうございます。はい、そしたらじゃあお名前の方を読み上げてください。じゃあお一人目の方、はい、デデン、マーライオンさん。マーライオン、マーライオンマーライオンさんでございます。おめでとうございます。ね、またこれに関してはちょっとツイッターでねいただいたデッキの画像とともに、はい、考えてまた別でね動画ちょっとこの後ねマーライオンさんのも撮っていきたいと思います。はい、そしたらお二人目お願いします。お二人目の方、ドン、マーシーさん。マーシーさん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。マーシーさんかと思ってびっくりしました今マーシーさんですね。マーシーですね、はい、これは、はい、ございます。おめでとうございます。そしたら3人目、最後の方、最後の方、アルファベットですね、これはもう見てわかる、ドン、りょうさん、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、デッキ相談に関してはちょっとね考えて行いたいなと思っているので、まあこの後カズエンド来て、まあカズエンドにもデッキをお見せして、はい、そこから僕の考えるデッキ、ミストの考えるデッキ、カズエンドが考えるデッキで討論していくっていうか、まあ、答え出していきましょう。はい、いいですね。それではそんな感じで、はい、また次の動画ではない、どうぞどうぞ続きをどうぞはい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。こんにちは、ウィストです。ミストさん来てくれてます、よろしくお願いいたします。今日何やるんですか？今日はですね、うん、先ほどデッキ相談、なんか俺いない時にもなんかちょいちょい取ってたらしいじゃん。そうですね、うん、抽選今回146名ですかねの方々からデッキ相談をねいただいたんで。そんなに来たの？そうそうそう。ちょっとこの持ってください、この厚みを。俺この前さ200万ぐらいさ下ろして持ってこういう風にやったから別になんか大した感じしないそうそう、200万より大事っすよ。え、でもちょっと待って、これ全部名前書いたの？
で100何人いたって、140 146人ぐらい、146分の何人やんの、100人やんの。いや今回もう選んでます、マーライオンさん、おう、マーシーさん、リョウさんのお三名ね、はい、うん、聞かせていただきました。なあ、ということなんで、まあ早速そっちのやっていきます。おい、でまずはいこちらがマーシーさんですかね、うん、マーライオンさんですね、マーライオンさん、チーム名セイントで、うん、名教高校、うん、投手ということで、シンガポールとかに住んでんのかな、そうですね、うん、そのくだりはあのさっきやってますなんでここで被るんだよということなんで、まあカズさんのね、はい、カズさんイベキャラ多分制覇してると踏んで、まあカズさんのアカウントで、でもね俺持ってないから何気にいるんだよ、組み込んでいきたいと思います。マユムラとか持ってないよ俺。おどこだ、うん、常設キャラはもうコンプしてる感じですか、ここじゃあ使わせてみますね。いやコンプはしてないと思うんだよね、ちょいちょい空いてるから。で今ここに画像が全部イベキャラで一覧出てるかと思うんですけど、うん、お先に私の方から選ばせていただいたものをちょっと組み込んでいきたいと思います。名教ね、名教投手です、うん、投手ね。おなんだこの順番、俺名教投手だったら、うーん、マーライオンさんの見てないけど、まず虹谷は確定で連れてってるな。あーいいですねそれ、うん、はいはいはい、やっぱりさ名教動向の前に今コントロールを101以上上げるっていうことがまず大切じゃん、はい、その時にコントロールコツをくれる、だから虹谷は絶対確定で、角田リアも確定だから、その両方のどっちかを持ってたら連れてって、持ってなかったらフレンドっていうのは俺の頭の中にあるよ。どう、そうっすね、いいいい、そこは皆さんと合ってる、もうバッチリです。シェあとはやっぱり考えるのは変化タッグで技術をどう取っていくか、そして精神をどう取っていくか、はい、だよね。そこですね、うん、で僕は今回これですね、マイベが、スバル、ルシファー、ツノリアで、うん、アトイベがナルミ、ゲキットモで、まあ今35レベルになってますけど、虹谷をフレンド枠で借りるといった感じですね、うんうんうん、でも上限解放が多分全然違うと思うんですよ、うん、マーライオンさんだと、うん、ルシファーは確か35だったかな、はいはい、はいはい、ルシファー35で、まあ、ツノリアも35でも連れて蹴るのはでかいね、ただ自前でそこはいいのかなと思ってます、うん、でかいっす。でたまたま虹谷をねお持ちじゃなかったんで、まあ、そこはやっぱりフレンド枠で、うん、コンコツとかいろいろ考えると、まあ、絶対に必要なキャラの一人かなと、カズさんと同じですね、うん、頑張って探せば50もいるからね、はい、うん、でルシファーはやっぱり学が強いんですよね、名教においては、うん、ダンジョン学、そこクリスマス、あのお正月は絶対かぶせてねやるとポイントが全然違うんだよね、はい、どんぐらい上がるのあれ。 13% ですね、 13% 増し、はい、でそうですね、まあ、ルシファー精神ボーナスは35でもついて、まあ、試合経験点だけないですけど、うん、まあ、全然変化キャラでの精神ボーナスってもう本当にそこは唯一無二の強さなんで、うん、まあ、35でも全然そこは連れていける最強キャラになってるかなと思います、はい、あとは45のナルミが結構でかいですね、練習効果アップ 25% 20% でしょ、あ 20% ですね、うん、で招きを結構つけられる楽譜でもあるので、まあ、そこら辺のバランスとかも千丸源泉とかでも、まあこのデッキならいろいろやりくりできるんじゃないかなとか名教では思っております。はい、ミスナーいかがですか。いやもう僕から言うことはほとんどないんですけども、何かで待って、ま、同じですか。いや、まあ、同じでもありちょっと変えれるとこもあるって感じで、おそしたらそこを教えていただきたいですね。そうですね、あじゃあはい、いじってもらって、はい、変えるところなんですけど、この友沢のところですね、友沢のところを、はいはいはい、後イベ後イベのところを、スタミナキャラのあの黒いやつに変えます。マギューね、マギューではないですね、マグラドロ、もうブラドロですね、もうブラックドロイド、ね、はい、こちら後イベで、まあ、金徳確定のスタミナキャラという、はいはいはい、さらにここのコツ、あ長押しが足りなかったですね今、はい、はい、このコツの強さ、うん、これがね、伸びきれ、ジャイロ、重い球、緩急、緩急ですね。コツに関してだったらパワープロ1位でも言っていいんじゃないですか。言っちゃ無駄がない。うん、いやもうこの顔でこんなコツを持ってるんで、 V だからね、 V です、ビクトリーです、うん、でも勝ち運は何も持ってないっていうらしいんですけど、うん、こいつの採用理由、まあ、友沢との差別化で言うと、
まあ、今言ったコツの強さ、はいはいはい、と金徳確定と、まあ、テーブルはですね、これあの人1枚余らしてるから37にはできるんだね。そうですね、まあ、固有がつくとタックボーナスとコツイベント率アップがつくんですけど、まあさほどここはまあ査定に影響、まあそんなにないのかなと。まあコツイベント率アップとか書いてありますけど、まあコツイベント率アップしてようがしてまいがびっくりが来る来ないなんて分かんないじゃないですか、うん、あんまりそこは気にしなくていいのかなと、はい、うん、まあ大きな違いでもありますけどね。まあそうです、ね、うん、でまあ友沢はまあその名教高校の楽譜もかぶりますし、ど根性で、はい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 、そこもまあ取りやすくできる、金徳名教楽譜を2枚ワンチャン取れるっていう、確かにね、こともできますね。はい、やっぱこの編成にすることによって金徳が全員確定と、うん、そこはでかいですね。はい、さらにまあスタミナキャラのこいつを入れてあげることによって先発型のピッチャーも作れる、はいはいはい、っていうのがまあ一番の強みですか、ね、確かにそういう考え方で言ったら、はい、こっちの方がいいっていう考え方でもできますね、はい、そうですね。でもまあ変化まあ5枚のね、したいよね、はい、まあ、破壊力は半端ないんで、うん、まあもうお好みでどうぞって感じですか、ね、そうですね、まあ、でもやっぱりおすすめ、この今、マーライオンさんに限らずで、でもやっぱり基本は変化5枚だとは思います。そうですね、うん、そこは基本だと思います。その中でもあとはここにプラスアルファでいうと野球マオイ、あとアンコクスバルあたりが楽譜も最強なんで、そういればすごいいろいろできるかなと思いますね。はい、まあこれ勉強になるわ。でもなんかちょっといろいろ編成変えたいなとか思ったよ今。うん、いろいろ楽しめますよねやっぱり改めて。あとやっぱり上限解放の違いとかで、なんかこっちよりも実はこっちの方がいいんじゃないのみたいな、うん、意見が出てくるのがいいね、うんうん、あると思います。ルシファー35でもマジ最強っすね。うん、多分この動画見てくれてると思うんですけど、タッツーさんとか多分35とかで使ってるんですよ、うん、でも本当に35で使う価値がある、まあ、特に名教では楽譜も含めルシファーは最強だなと思います。いや、精神ボーナスを唯一持ってる変化キャラ、変化キャラね、はい、まあ、そこにつきますよねやっぱり、はい、という感じでしょうか。はい、はい、はい、ちょっとなんかいや、せっかくだからデッキやってもらってさ、どのぐらいの選手できたか教えてほしいね。ああそうですね、ナチャさんは結構そこで、うん、できそうなんて言ったらやっぱりナチャさんだと思うんですけど、ナチャさんは何十名と更新しましたっていう連絡もらってるっていうふうにおっしゃってましたね。いい話だね、いい話、本当にいい話だよ、そこに行きたいですね。ナチャラジオにも出たいよ、ぜひぜひ。あの音楽好きだから俺、いやもうずっとリピートできますもん、あのリピートして聞いてる。いやもうそう、あのナチャラジオの部分だけ、うん、ああね、あそこ好きだよ、はい、俺も、はい、うん、俺もさ、なんか寝る前にあのラジオ的な感じにして聞こうと思ってやってたのね、はい、したらもう速攻で寝ちゃって再生した瞬間にもう忘れて腐って寝てたのそれでは次、マーシーさん、マーシーさん、玉こんにゃくさんですね。あのマーシーさんではないんだよね。ではないです、うん、棒が1本足りないです、まあ、そうですねマーシーではないですね、マーシーさんマーシーさんね、うん、いきます。マーシーさんはまあもうイベキャラ皆さんにもねお見えになってるかと思いますけど、うん、割とねキャラ数が少ないんですよ。おで、今回はシラス9000点、シラスの9000、野手投手関係なく9000という依頼ですね、うん、で、もうそもそもっすよ、うん、シラスで9000ってあのまずむずいっすから。いや普通にむずいっす。そこもシラスってポイント稼ぐにはさ、やっぱり青骨どんどんやってポイントを増やしていかないときついでしょ。いやでもそこでもらえる経験でって少ないんすよ、うん、言っても例えば鳴海とかだったら無限指導とかだったら、ね、そう30ちょいなんですよ。でそれ以外だったら40ちょいじゃないですか、うん、ってことを考えると結局またアヘ変かアヘ打撃とか、うん、そこでがっつりはめ込まない限り9000ってあの上限解放がすげえ進んでる方じゃないと出ないんで、それを考えると、うん、今カズさん言ったようにアヘ編アヘダで組むっていう感じになりますね。で僕はまあイベキャラパって見た時に、うん、アヘ編を考えました。すげえ、俺だったら打撃でやっちゃう。 そこは僕も、うん、まあ、どっちでもよいいって言い方したらあれですけど、うん、なんか根拠もって言った方がいいのかもしれないですけど、でもさ、確かに変化球の方が技術とかをボンってもらえんの？まあその、どうなの？編成してるキャラのボーナスにもよりますね、
誰がいいのかも難しいしな。あとやっぱりそれこそ上限解放がもし進んでればさ、練習効果アップとかつけられるかもしれないしね。そうですね。その何がやっぱり一番お得なの、その上限解放してさ、初期値なのか、はいはい、まあ彼女だったら初期値とかも大事だろうけど、練習効果アップ。でもやっぱりあの、うん、カズさんたちが言うやってるテンプレで9000を超すっていうので言うと、試合経験が全然違いますね。ああ、シラスにおいてはね。シラスにおいてはアレフとルシファー、テンプレで言うと、まあ振袖、雷とか、あそこ全部、これ言うとカンパチもそうだよね。はい、あそこ全部35でやったら、多分カズさんが今まで9000出してきた10分の8ぐらい、5分の4ぐらいは多分9000出ないと思います。あ、そうなんだ。何人いれば経験値どれくらい上がるみたいなのが、まあ、ゲームユーズさんにも書いてあると思うんですけど、あれ確か4人だと1000ポイントくらい変わるの。1000いったか。でも500はかな、変わりますね。500も変わんのか。いや500くらいっす。そうですね、500くらいっすね。で500って言ったらさ、結構っすよ。結構だよね。コツの取れ方で言ったら半端ないよね。やばいっすね。3、4個取れるよ。もっと取れるか。いや、葵ちゃんがいないですね。葵ちゃんね、レベル1だった。1、いたいたいた。よく持ってますよ。野球は50なのに。そう。そうそう、僕の場合はこれですね。前4、あと2で、ここに、うん、フレンドから、なるみを。こんな感じですね。うん、まあ、ここやっぱり練習効果 20%。持ってると思うんで、まあ、50だったらもっといいと思うんですけど、変化によりやすくなるんだよね。そうですね、うん、まあ、もう変化、そうですね、やっぱりアヘ変アヘだになるかなと思ってます。シラスでしょ、うん、青骨と2タックの変化だったらどっち優先。急速で青骨来るじゃん、はい、ね、で、変化が2人どっち優先する。もうその時のポイントじゃないですか。じゃあもう本当にセクワンとかだった。変化2タックですか。変化2タック。それさすが変化じゃないですか。それ変化いく。9000目指すんだったら変化。そうっすね。変化2タックか球速2タックっすよね。うん、タックじゃん。球速青骨。ああ、それだったら変化ですね。変化、変化の方がポイント多分入ると思います。じゃあガチサクセスだったら、あ、そこ球速っすね。それは球速青骨。はい。ああ、なるほどね。だからもう9000目指すっていう時はもう貪欲にポイント高いところを狙いに行くっていうのが絶対ってことね。そうですね。だし、あとはやっぱり変化に固めることで変化の練習レベル上げるとか、そういう立ち回りがまた必要になるかなと思います。まあ、前4後2になってますけど、もう遅いこ。そうですね、まあ、まあそこイベントは完走しなくてもいいんで。そうだよね。ただもうそれしかなかったです、今回玉こんにゃくさんに関しては。で、多分打撃もそんな感じだったんですよ、パッと見が。ほう。それで見たときにこっちの方が、まあ、カンパチは絶対だよな。前後だったかな、打撃で考えたとき俺が。前後、前後さん、前子さんね。どうだったの、ちょっと分かんないですけど、まあ、だから変化にしたってパッてその時の見た目で思いました。はい、ミーソさんお願いします。はい、見た目だ。はい、でも変わりまして、私は、まあ、逆バージョンということで打撃で染めていきたいと思います。打撃前5じゃなかった、あといたかな。いや、前4でしたね。でもカンパチ、風薙、風薙前で佐久間もいたよね。佐久間後、ああ、そうか、佐久間後。そうですね。ってことは、まあ、フレンドで後で借りれば、そこ同じ前4後になるのか。まあ、シラスだったらね、なんとかだよね。はい、あ、こっちでもいい。キャラが逆にね、いすぎて探しづらい。誰探しですか今。佐久間かまかり、もっとなんか、もっともうちょっと相当機能を充実化してほしいなという。使用頻度で相当できたらいいんだよ。ああ、うん、なるほど。なぎ、でもそれこそだからよく使うキャラは、あの星とかさ、なんかあんじゃん、スペードとかハートとか、うん、あれつけとけって話なんだよね、きっと。はいはいはい。1軍2軍みたいなさ。俺はなんか前後で見やすくしてるだけなんだけど、はいはいはい、こ
こちらですね、はい、私は、ま、前4、後2、佐久間と成海が後という感じで、もうコンセプト的には変化と一緒ですね。タッグを起こせ、うん、タッグを起こせ、シンプルですね。まあでもそこ頑張るしかないですね。そうですね、うん、まあ、一応、なるみですか、なるみが一応無限指導できるんで、うん、そこをまあ生かしつつ、まあ、割かし、まあでもそうですね、進むとか能力値高いんですけど、まあカンパチ、あ、これ知ってました、なんか免許じゃない、シラスのキャラを、うん、あの青、シラスのキャラから青コツもらうとチームメイトの能力がググって上がるの知ってました。そうなんだ、はい、ググって上がるんだ。鈴木、カンパチ、なかなか連れていかないからな、マグロとかはシラスで使うとチームメイトの能力の上がり幅が上がるんですよ。へえ。っていう、まあ、どうでもいい情報入れつつ、どうでもよくないよいやだって俺も PSR のカンパチ持ってるから解放しに行きたいよ本当ですか、うん、カンパチは強いっす。なので、うん、回復多いしね、回復多いし素で経験点持ってるし、試合経験点、うん、そうですね、35で、はい、で、まあまあ、得意練習率アップもね何人か持ってるので、うん、そうですね、はい、そちらを信じつつ、うん、あとは祈るだけです。そうですね、はい、結局そうなっちゃいますよね。でも回数こなせばなんかいきそうだよね。いや、もちろんいくイメージあるよこれ、はい、うん、もう試行回数ですね、もう9000点とか、うん、10回やったら4択以上は絶対1回は来るじゃん、まあ、10回やると相当しんどいですけどね、うん、そうだよまあでも逆に本当シラスでカズさんとか当たり前に出してますけど、一旦そこ考え方変えて、はい、マジ太平楽で出すとか、うん、シラスだから出るとかそんなないですね。シラスってもう練習レベルが1固定じゃないですか。そうですね、メンタルは3ですけど、うん、そこが厳しいですよね、うん、打撃にしろ変化にしろ。強化パワーアップ来たら練習レベルがどんどん上がっていくとかになっちゃう。うお半端ないっすね確かにな、そういうの考えてったら、まあ、いずれどこでも出せるし。そうですね、ただまあ新高校出たらとりあえず9000みたいなの皆さんやられると思うんで、うん、まあ、すぐ出してそれが試験は欲しいですよね。欲しい、なるほどね、はい、僕は打撃推しです。はい、マーシーさん終わり。はい、はい、何こんにゃくだっけ。玉こんにゃく、玉こんにゃく、こんにゃくか、僕こんにゃく好きだよ。いや、大っ嫌いです。ほんとに、マジっすか。こんにゃく好きそうな顔してんのすいません。したら次、りょうさんいきます。りょうさん、はい、みなさんこんにちは、りょうです。そのりょうではないですね。パープロッピーガチャやっていきたいと思いますいつもコメントくれるりょうさんですね。パープロッピーガチャやっていきます。ここっすね、パープロッピーガチャまずはしらす野手と名強投手で今回依頼が来てるので、まあ亮さんもねそんなにイベキャラがすげえ言うほど豊富とかじゃないんで、ちょっと難しいですね。でも虹谷がプラゴ、いやー、いい引きしてますよね。ねえ、じゃあ次はまずもうミストさんからいきましょうか。はい、かしこまりました。先にじゃあシラス野手で、シラス野手だ、ガチサクセスっすね。もうシラス野手と名強投手って言ったら、そうだね、はい、このミスさんのカンペがさ、見て、イカリくん見せてあげて、これこれ分かる方には分かる以前のクイズ番組、またクイズやろ、あれはクイズやりましょう。好評だったし、俺がどんだけイベキャラ知らねえんだっていうのは、あの頃と比べたら多分カルさんも相当成長したよ。しかもキャラも増えましたからね。そうだよ、どんどん覚えらんねえよ新しいキャラ来すぎだよ。ですね、うん、でもりょうさんの場合野手で言うと、もう大谷なるみ持ってるっていうのがもう最強っすね。ああもう確定だ、すごいっす、そこ確定だよ。でフレンドルシファーだよ。そこの無限指導あるだけで、あと何でもいいっていうか、うん、ぐらいもう安定はしますね。あとはどうだろう、東雲とかもまあ経験点35で持ってるし、そうですね、そこも悩むね。のめのめね、のめのめ、みやびどこにいますか。ああ、いたいたいた。これに
私はフレンドにいらっしゃらない、あ、いいか、これ、まあ、こういう感じです、はい。まあ先ほどルシファーっていう意見もあったんですけど、私はあえてこういう、あえてというかパッとフィーリングで選んでいいなと思ってしまったんですけど、はいはいはい、はい、まずまあ前さん後さんで彼女枠は新島サンバ新島、まあ、せっかく PSR42 でお持ちということで、うん、そうですね、はい。それとメールがプラス3ですか PSR、はい、これはぜひ使ってあげたいというか、そうですね、まあ、指導も、はい、しやすいし経験点も、まあ、これにてついてるということで、うん、どっちを入れてあげたい。そしてみやびはプラス3でお持ちということで、それもまあしらすだったらほぼ必須キャラなので、そうですね、はい。でまあ大谷なるみのダブル無限指導要員、こちらも鉄板ですし、でまあフレ枠を考えたところにて、まあメンタルキャラが欲しいなと思いつつ、まあ試合経験点もあったらいいなと思ったので、まあ、万能な雷くん、コツもいいしね、コツもいいですし、まあ、能見でもいいと思うんですけど、やっぱり白里と試合経験っていうのが大事ということで、まあ、私はこのようにもうほぼ全ての練習でタッグが組めるこちらの編成にいたしました、うん、はい、なるほど、はい。まあ、まあ、確かに雷一体入れるだけで精神はなんかてか全体のバランス良くなりますね。そうですね、そこはすげえ確かに分かる、はい。まあもちろん新島のデートとかで回復できるんですけど、まあ何ていうんですか、青骨踏みつつメンタルフタック踏みつつ回復みたいなのもまあ作成中起こると思うんで、はい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 、そういうのも狙っていけたらなと思いました。以上です。了解です。これでも試合経験点 30% ですか。そうですね、大谷は35でしたっけ、つくのって35でついた気がする。うわ強い、あ30つくんですね。ってことでそうですね、30%ですね。メールで20の雷で30ですね、はい、うん、シラスででかいですね、でかいですね、はい、承知いたしました。ちょっと僕と違うとこ、はい、お願いします。俺は絶対ルシファーになっちゃうな、ここですね、うんうん、まあ自分で持ってるからっていうのが一番なんだけど、ちょうど、うん、僕もここはルシファーですね。あとは全部一緒。いやここ違いますね。おお、あとイベメールのとこを鏡くんっていうのは、鏡クーヤ幅広を安定して取りたい、うん、そのために筋力ポイントをいっぱい稼ぎたい、はい、でその時に、ルシファー鏡大谷のこの筋力3枚、うん、でタッグ踏めたら相当でかいんじゃないかなっていう、うん、シャキーンでね、はい、でまあ鏡も試合経験点ついてますし、でルシファーもまあ試合経験点つけて、まあ同じようにこれで 30%、 ミスさんとはまあそこは同じ 30% ですね。まあメールでも俺も良かったんですけど、うん、試合経験点は同じですし、役割で言ったらある程度同じとこ見てると思うんですけど、鏡クイアって金特確定、高級質は確定ですね。でそこが俺の中でまた唯一いいなと思って、イベント2回で、うん、確定でもらえるっていうのが、なんだろう、無限指導3体いると多分行きたがるんですよ、うん、指導に、うんうん、でその時にじゃあ妄想に踏めるかっていう、そのバランスが俺すげえ難しいなってカズさんの動画とか見て思ってて、うん、だその時にイベント少ないに越したことはないのかなっていう。なんだかんだでさ、その前さん後さん合わせてても妄想って何気に1回のサクセスで1回は行ってるからね。絶対行かないと完走しないじゃないですか、うん、もっと言ったら 2,3 回行っても完走しない時もあるんですよ、うん、だそういう意味では、まあ、鏡のイベント2回はちょっと後指安定できるかなっていうふうに思ったので、まあ鏡いいかなとか思いましたね、うん、まあ、招きとか持ってきたらまたそういうのも別なんですけど、以上です。なるほど、はい。それでは次は投手の方を、うん、名強投手ですね。名強、影響でも虹谷持ってるの確定してるから、虹谷絶対なんだよ。そうですね、虹谷で、虹谷いるイコールコントロール骨もらえるから、もうあれはいるの、あの
角がリアちゃん持ってるのこの人。いや持ってなかった。はい、したらもうフレンダー角田だよ。はい、うん、マイベは犬川と神楽っすね、うん、で、あといべに、なるみ、にじたに、うん、で、エレキテル。エレキテル。で、カズさんおっしゃった通り、ここは角田リア、うん、タイガース。こんな感じですかね。今すごかったな。今すごかったな。すげえ、なんか夢のような光景を目にした。すごかったな。分身してましたね。あ、なんかもう目がチカチカしちゃう。犬川ってどうなの？俺実際持ってるけど、なんかあんまり連れてったことなくて。りょうさんに関して変化キャラ多いんで、うん、そうカズさんみたいにすげえ悩むと思うんですよ、うん、誰連れてけばいいのっていう。ただマイベアトイベで考えた時にこれになったなって僕は思っていて、うん、でアトイベをもうエルキテルで入れるしかないんですよね。したらスバルは完全外れるし、で葵ちゃんも外れるってなると、だから消去法だね、やり方が。まあそうですね、うん、うん、でそうなると犬川になっちゃいますね。なっちゃうってほど、まあそんな言い方するあれでもないですけど、まあ、イベントで結構回復多いしチームメイト評価上げてくれたりとか、まあ、犬川強いですね。金徳も割とコツレベル3でいただける回数も多いし、うん、イベントの経験点も高いんで、うん、まあ普通に犬川俺は有能だなって思ってますし、まあ、ただここで難しいのは犬川の骸骨を誰が抑えるかっていうところで抑えられない。犬川何なの？本塁打元気ですね。逃げ玉、逃げ玉ちょっと重いんだよね。はい、うん、で骨レベル1だと技術本当に多分140とか、うん、130ぐらい確か消費しちゃうんで、その時にコントロール101が譜面で出てくればいいんだよな。ちょっときついなっていうのが懸念点ですかね。だから理想は自分のデッキでやるときはスバルと犬川を使ってます。あ、うん、エレキを外して、スバル犬川で、そうすることによってスバルは今度コンコツも持ってますし、逃げ玉コツも持ってるからより安定すると。そう、すげえ安定するんですよね。だそこはちょっとなんか後イベ変化もう一体、うん、まあ、特に本当今イベントバトスタートーナメントでもらえる野球マン葵がいたらもう最高にいいデッキ組めるかなとか思います。あと35のカグラやっぱり40にしたいっていうところもあるんで、全然違うからねそこね。全然違いますねカグラに関しては、うん、35でも強いですけど、さっきのブラックドロイドとは比べ物にならないくらいの差があります、ね、差がありますから、うん、固有の有無でね。いや本当に立川はもう今の時代はちょっと使いづらいとは伝えておきます、うん、金徳がちょっときつい、うん、サンタチはすごいね、はい、そうですね、うん、ではじゃあちょっとミスさんお願いします。いやぶっちゃけ僕は全く一緒なんですけど何一つ変わらない。もう本当に一字一句一緒なんですけど、まあ、ただそうなっちゃうよね。もう攻めるなら、お攻める、攻めるってどういう意味？もうこのエレキを、うん、もうさ今の時代やっぱり暁守るっていう選択肢にはならないの？まあ変化つながいっぱいボンってきてる方がやっぱりいいの？金徳動向よりも全然いいです。今の時代じゃ、まあ、名強がまさにそうですね。なるほどね、うん、僕はもうこれで前読んで、うん、もうゴリ押すという。ああそういうことね、はい、攻めるって意味ね。というのも角田と鳴海と神楽が招きの譜面を持ってるので、もう招いてくれると、招かざるを得ないと。怪物級も招いてくれる、怪物級も招いてくれると思います、うん、という感じ。まあ全完走したら、まあ、これがもうベストかなと。間違いないですね。間違いないですね。安定でいくのか攻めるのか。そうですね、攻めるならもうサンダーボルトで、うん、あ、攻めるならスタードライブで、うん、置きに行くならサンダーボルトで、確かにところじゃないですかね。確かに、はい、確かに。まあ、スバルのもう無駄に福井部が多いんで、多いですね、4回なんか大したポイントをもらえないイベントがあるんで、それが金徳を妨げてしまうっていうのが、まあ、痛いんですけど。確かに、うん、それもさっき徳さんが言ってた通り、まあ、この枠をまあ野球マンとかにして神楽のところにスバルを突っ込む。俺の肌感覚で言っていい？はい、また肌感覚って言うんだけど、エレキテルは結構失敗してるよ俺。
あのシュート、うん、何シュートだっけ、エレキシュートだっけ、サンダーボルト、サンダーボルトね、さっきから言ってんじゃんな散々失敗してるよ。スバルに比べるともうひどいですよね、その差が。そうっすね、そこは僕も別にさ、そこで失敗して美味しい子作れんならいいけど、何高速チャージそうっすね、そうっすね、全然高速でチャージされないわ、本当にですね。まあでもやる気テーブルっていうのがまあエレキのいいところですよね、うん、そうなんだね、はい、うん、しかも敏捷をめちゃめちゃくれるもんね、はい、そうですね、5タックくるんだったらそっちか、はい、うん、まあ今後まあガチャ券とかいろんなところでキャラを手に入れていけば、またさらにいろんな世界が見えていくと思う。逆にリョウさんがツノリア持ってたとしたらどうなの、どこを変えてフレンドどこ。そしたらルシファー絶対次借りますね僕は。そうですね、誰外してるルシファー、犬川。あ、なるほどね。いやすげえ今のでいろいろ理解した。そういうことか、理想はそっちですね、うん、そうですね。変化キャラはもうとにかく限定キャラが多いという、うん、そうなんだよ、ね、そこがちょっと難点ですよね。でもそうしてるんだよ、うまいよ、うん、なかなかだって先発のいいピッチャー作れないじゃん。そうそういうことだよ。いやまあまあまあ、うん、今後まだ伸びしろはあるよね、全然、うん、めちゃめちゃあると思うんで、うん、しかもやっぱり今重金属なんちゃら来てる時にやると全然ポイントも変わってくるからね。そうですね、コツも違うしね、はい、うん、あそこで伸びとか漏れるらしいっすよ、うん、やばいっすよ、やばいっすね、それやばいっすね、やばいっすね、はい、このデッキで言うとその懸念ってまさに伸びコツっすよね、うん、ああそうですね、本当にそうっすね、うん、さっきニーソさんが伸び、ブラックドロイドではい、コツがいいっておっしゃってましたけど、まさにその通りで、やっぱ伸びコツをどうもらうか、そこですね、そこがね、本当今は名強アヘヘンやる中で暗黒スバルだよ、伸びコツ持ってないキャラが多すぎる。そうなんです、そこが難しいなと思いますね。え、変化で伸び持ってるの誰？ルシファー、暗黒スバル、暗黒、うん、以上ですか。あれとか持ってない？あ、違う違う、持ってないな。だけだな、ね、そんだけいないってことだよ。しかも限定キャラっていう。なるほど、多分そんだけですよね。そらくそうっすね。なんか自分のデッキもいろいろ編成が変わりそうだ。はいはいはい、うん、今後彼女キャラとかで伸びくれる、多分伸びっこ作れる彼女ってあれだよ、キバ、あ、ニューキバ、ユニバですね、はい、くらいしかいないっすよ、ね、あとまあユニエミリーとかはまあいますけど、そういうまあ伸びを取りやすい。 PR のサイリーもくれる。マニアックすぎる。確か、そうじゃん、確かっす。 PR のサイリーでそんなに常設キャラとして使う人いないです、そんなの。トクはすげえわ。で PRR キャラサクセスとか面白そうっすけどね。いや、面白いっすよ。いや、絶対得勝つでしょ。だって知ってんだもん、いろいろ。そうっすね。なるほどね。いや、多分これ結構皆さん参考になってると思うよ。はい、うん。これで全部一通り今終わったの？やる3人。そうっすね、お三方。予定通りお三方に関してはもうここで。これ残りの140何人はどうするんですか？は、うん、今のでも、うん、もうここで30分かかってしまってるんで、うん、もうこれを毎日とかったら3人で30分かかってるんでしょ、まあ、いやこれ考えるのでもそうだよね、1時間かかるわけでね、1時間全然かかるんで、もっとかかるんで、はい、それで考えると年だよね。そうですね、1年かかるがだからあの3ヶ月後とかに紹介した時にもうデッキちげえしっていうねコメントが。そうですね、うん、確かに。いや、わざわざありがとうございますなんですけど、もうデッキ違いますもう旬が過ぎてるんですみたいな。まあ、できるだけの数を早いうちにできるなら本当いいですね、まあ、だからそこは頑張るしかないですね僕たちが、うん、でまあそこで遅れてでもとりあえずやるようにしました。その中でもうデッキ変わったとかその声が多いならまた改めて募集かけるっていうやり方でいいんじゃないですかね。わかりました。でも楽しいね、まずイベキャラのことをいろいろ覚えるじゃん。そうなんですよね、はい、上限解放どのぐらい進んでるとどうだよとかさ、
みんながみんなプラゴで持ってるわけじゃないっていうのも当然そうだし、はい、うん、そうですね、いろいろ参考になります。いや本当に僕もルシファー35でいいから持っとけばよかったなってマジで思います。引いとけばよかったと思う、はい、マジで後悔します。ミスはいくつ？僕はプラゴです、うん、はい、多分すげえ俺悩んだんですよ。45にできないなら俺は引かないみたいな、うん、そういう感じで言って引かなかったんですけど、うん、35でも持っておくべきキャラだった、だった。特に名挙では楽譜もあるし、うん、そこすごい感じてますね。すげえなこれ。でも本当に近い将来あるんだろうね、まだ復刻があると思います。そん時すごそうだね。いや改めてそう、35でもいいから持ってた方がいいし、45だったらもう神レベルなんで、その強さ噛み締めてからのまた復刻って考えると、またすげえガチャになっちゃうと思うんですね、その時は。まあでも噂では近々、ね、近々っていうね、来るのではないかという、まあそこに期待したいっすね。うん、そうっすね。いや本当にその噂立ってた、俺もどっかから聞いたんだけど、なんかもうまとめサイトにありました。上がってんだ、はい、はい、そこに上がってたら大抵来る。うん、俺は肌感覚、肌感覚そう感じてます。コナミさんのちょっとしたオーラシをもう見逃さないですから、ね、見逃さないです本当に。本当にスイープしていくんでその情報を。スイープ、スイープ、なんかパッと出てスヌーピー全然関係ない。まあでもそうですね、本当イベキャラ改めて勉強できる、なんか自分にとってもいい機会だったなと思いましたね、うん、はい、いや素晴らしい回でした。皆さんもねぜひとも参考になさってください。そして今回やらさせていただいたお三方、ぜひとも更新した際には連絡ください。ツイッターでお待ちしております。お待ちしております。じゃあそんな感じで、はい、また動画でお会いしましょう。バイ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 。